いやエピソードボーナス欲しかったな。うわー来たー、これ熱はい、ジョーガーチャンスです。 JC抽選参加人数はだいたい400から500ぐらい。さあ何番出るかな。よいしょ、おおまだましい。じゃあ入場します。さあ行きましょう、入場です。バルブレイブが早いな、やっぱり埋まんの。ワンチャン行ける可能性を目論んで来たんやけれど、永遠は埋まってるよね。ああ、じゃあゴージエヴァ久しぶりに打つか。ゴジエヴァ末尾2のゴジエヴァを打ちます。はい、おはようございます。セブンズ TV をご覧の皆さん、東西街道連の芝生です。本日は埼玉県埼玉市にございますガーデン北戸田店さんにてお礼打ち。お礼打ちとはお礼打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。というわけで朝一はゴジエヴァです。最後に打ったん個人企画以来、帰ってきたぜ。まあ、とりあえず取った理由は末尾が2やったから。今日ねこのガーデンさんグループ結構いろんなところに演者さんであったりとかライターさんが収録に行ってるんですよ。収録とか来店に行ってて、でゆとりくんも別の店舗さん行ってて、まあ今日が2つく日やから、まあ、末尾2の台ちょっと大事に扱ってるんじゃないかなと思って取りました。まあこれで外れてたら末尾2は特に大事にはしていないということになるだけなので、実験的にやっていこうと思います。僕が売ってた頃よりも解析出てることを祈りつつ行きましょうか。ゴジエヴァのいいとこを見せていくガオまあレア子役から当てるか、チャンスゾーンから当てるか、ゲーム数から当てるかっていう感じ。まあもうシンプルですね。まあリセットされとったら浅い。おーい G 新食役ゲッチュ。さーてとこれ大事やねんな。子役引いて、あ引いたね。レア子役なら大歓迎よ。あらららら、ら何やろな。強レア役やったら確定、確定です。早い。はい、金確定。アイム得意11ゲームです。まあエヴァンゲリオンボーナスかな。はい、でここはまあリプレイとかレア子役でラッシュチャレンジゲットして、ラッシュチャレンジ通せば AT と。おおラッシュチャレンジ決まりました。 G 新職員2回目。やはり待っててくれた俺帰ってくんの。エヴァとゴジラやもんな。はい、ほれ、じゃあ行きましょうか。ラッシュチャレンジ5ゲーム。ベルが8分の1で、リプレイが 18.8% で、レア子役なら確定行きますよと。ここ当社やばっはっはっはっ、確定マジで得意やな。プッチャヘンズアップカモン、オッケー。はい、いきなりラッシュ確定。ゴジエヴァ歌者天下無双の芝生お兄ちゃんやで。でこっからゲーム数は乗せ抽選なんで、レア子役行かないと乗らないです。はい、終了画面はしんちゃん、まあ、通常ですね。さあ行こうか。もうこっから勝負始まってますからね。レア子役さえ引けば最低50ゲーム上乗せになるから、いくよ。ほい、うん、ベルやね。まあまあこれが基本体やから。でこの次は100ゲームか、まあ、G 新食役かなりお得か。いきます。上がれ、ナビ出るな。はい、出ちゃったか。でもこっから俺200取ったからね。おー来たよ。ベルからいきなり100取ってく。さあ上がる、上がったら100と300、1対1。はい、100ゲームナイスやってるね。おー流れめちゃくちゃいい。流れしか良くない。激流を制するは清水。いきまーす。はい、まあこっからはベルの連続で G 新色のポイント取っていって、でこのポイントがマックスになったら5ゲーム間の G 新色役合格状態で、そっからなんかえらいの引っ張ってこないとしんどい。であとはスイカからのチャンスゾーンでぶっ壊す、このルートっすね。ふぅ駆け抜けたな。まあこういうあまたの AT を乗り越えてやからね。671枚。まあでこっからないよね。70ゲーム当てればゴジェバラシ帰ってくるから引き戻しはなしと。で、まあ、特徴としてはやっぱりその AT 天井かの
短縮が上の方がされやすいとは言われています。人身食薬引いた時に変異できなかった場合短縮抽選行われるんですけど、上の方がしやすくなってるとは言われてるし、多分ゴジラボーナスも来やすくなってると思うよね。だからまあほんまに上の方が AT 初当たりへのハードルは低いで、 AT 行ってもそのチャンスの行きやすいし、 AT 中のチャンスに勝ちやすいっていう、まあ、出玉面でも優遇されてる部分があるんですけれども、結局引き次第は変わらない、上も下も。おお、845ゲームハマって宇宙侵食来たわ。いやークソハマりやったし、スイカもスルーしまくるし、強烈エイクもスルーしまくるからどうなることかと思ったわ。まあとりあえずここで当てればラッシュも確定、しかもボーナス確率10ゲーム間飛躍的にアップしております。はい、リプレイ23パー、うえー当たってね、はい確定。宇宙まで行けばなんとかなるのさ。850回転したゲーム数、上は851っすね。よかった、真っ赤っ赤っ赤に光りますと、いきます。はい、まあ、ちょっと設定的には厳しいかなって思ってます。スイカ7の0、まあ、アームがあれや出んねん。うぃー、10ゲーム。はい、しんちゃん、まあ、とりあえず10ゲームは上乗せしてくれた。さあ行きましょう。最大60ゲームやけどまだ3桁がいい。引け俺、おいカモン。もう一丁どう、50ね。とりあえず60ゲームと、まあ、普通はこうやから、うん、まあ駆け抜けるよね。ああ偶数しさです。まあちょっと周り見ようかな思います。はい、画面の色合いとかもちょっと変えたんです。ってことは続行、移動先ね。今のところ様子が悪いからアーム勝負になると思うわ。とんでもない額負けるかもしれへん。でも逆に言ったらとんでもない枚数出せるかもしれへん。大勝ちと大負けは表裏一体やから。朝一はいけると思ったけどな。とにかくチャンスゾーンいかんと窓口広がらないんでね、初当たりの。おっと、強チェリーかな。はい、このエイスはクソ厚やからね。多分降格中の赤子役。 OKOK、 さすがにやっぱあのカットインは外さんね。はい、324ゲームです。上ゲーム数こっちは322、ゴジラで、まあエヴァよね。おっ、おかしいなと思った。この出目 G 新昇格、大事なところ噛んでしまう。いつもそうだ、頑張れ。 OK、 リプレイでも1ゲーム話せ。これは嬉しいね。ラッシュチャレンジかますせ。外れだけいらんからね、外れだけ。 OK、 ほいなー、ブー、もう一丁、ブー、レアいく。 OK、 外れからかな。ありがとう。トゥー、3の3で 50 バラッシュ、めちゃめちゃいい仕事してますよ。で、さっき終了時に G 新職があったじゃないですか。 AT 入った時の1ゲーム目で子役引ければ多分有効打になるはず。ナビない、あー外れか。でも、もうクソもなし。50ゲームいきます。このレバーで今子役が引き寄せれたかどうか。よし、間に合った。何が来る、田辺分裂か。まあ、でもよう引けてるわ。さらば弱っちい人間だわ俺は。おー、人身職業、生物、生、えい、おー、また分裂よくんな。もう一個の赤がいいねんけど。そして終わる。まあ、ちょっと長引かせるとよかったわ。どうしたらいいんでしょうかね。あのエティ中にレア子役来ない、来るの人身食薬で、人身食降格状態で引けない、10分の1。こういう時のゴジエバは仮に設定当ても勝てない。オーマイガー。お、あ、超降格か、びっくりした。え、これ400のゾーンとかゾーン的なんで、もしこれいっとったら400で当たんちゃう。ちょっと俺はやっぱり火山ステージから行ってるから、しかもアイキャッチ赤やったし、当たると踏んでる。弱いな演出は。ただここよ、赤字にもならん。あ、もうすら悲しかった。 OK、 下は回らんけどボーナスは当たる。 OK、 430ゲーム、初めてのゲーム差当たりかな。400ゲーム台、234。 OK、 こちらメモ帳を見てても分かるぐらいの赤さやったわ。行こう。これで当てられんかったらちょっとどうしていいんやろな。5回目やから一番上までチャレンジするべきかどうか。どうだ、自問自答してるぞ俺は今。出る前に負けること考えるバカいるかよ。泣いちゃうかも。
美里さんですか。スルー天井残り3回以内。じゃあもう AT 当たるまで行くしかないな。当てて大団円にしたるわ。はい、いただき、はい、終了。はい、いただきました。357ゲーム。はい、シンジ君。お、レイクに入れになった。そしてお金がなくなった。6枚目です。お、厳しい。当たってくれ、マジで当たってくれ。あー、来たー、当たった。出撃せえへんかったら。よし、もうもらったよ。緑色になってるでしょ。これは熱いんだから。あー、オッケー、完璧や、よかった。さあ行こうか。久しぶりの AT やわ。5万2000円投資。337、エールを大が送ってくれと。よし、多分ゴジラボーナスやと思うけど。ここで人新食役なの。外れ引き、外れ引き。よし、 OK。 これで AT スタートしたら人新食役からスタートやから、いいね。ゴジラやろ。うん、でラッシュチャレンジ確定してて演出入ったあたりや。初めてですね、その天井って意識してラッシュチャレンジやんの。勉強するぞ。もうこんだけ真似出てんからね、なんか得て帰らなあかんから。さあ初めてやね、こんな安心していくの。おい、ラッシュチャレンジリプレイ。あ、ここやろ。はい、おー、そうやんの。あ、こういう感じや。ドックンや。よかった。マジで危なかった。一瞬ちょっと分かってるけどゾクッとするよね。もうこれの一発目で決まるな。50ゲームやったらほんまにさよならバイバイやね。元気でいてねえやな。私から切り出したけじめだからキャッチするよよよし、ナビはない。滑れ、滑らん。あ、外れか。でも越えてきて、ただ侵食状態。しかも広角じゃない、これ夜やから。へい、いいの来い。へい、レイクプッシュ出てきた。よかった、上乗せ今日初めて。おい、生入り。おい、こうやっか、乗れ。うーん、お、レイクにねえやん。8。あー、デッド楽しくなってきた。はい、で、さらにはなし。うお、来た。3桁いくわ。熱い。出撃ゴジラ VS エヴァ量産機、夢の共演。はい、ぶつけていく。乗るゲームっすよ問題は。ほい、まあ10ゲームか。来るよな、赤字いける。追撃、気持ち、もうこれが見たくてずっとやってたんだよ。かっこよすぎる、ちマジで。あー、報われた。ただここで止まったらあかんのよな。これでちょっとスタートラインに立ったって感じやから、これでもう一回引いてきて何かしら新色で A の控えんと。今横こうなったんで、こうやっかな。おい、チャンス目30でかい。お、あんな上がり来てるね。これで届いたりせえへん。と、あ、届いた。プラス5ゲームもらいました。ちょっと一瞬ナビ出てくるの遅れんかった。イエーイ、魂。そして魂をつないでいけ。で、あ、増殖や。熱い。リプレイ、リプレイ、リプレイ、リプレイ。ゲーム数が無限に伸びていく。レア役や、レア役、レア役を引くんだ。大丈夫か。近々、あー、終わった。くそ。はい、あ、でも出ましたね、方向してくれたから。1172枚。70ゲーム以内に当てなさい。無茶を言うな、マジで。もうなんもないかな。うん、よし、一回周り見てこようかな。多分やけど設定はない。なんで周りを見ます。はい、というわけで移動してまいりましたのはスマスロの延々の消防隊です。991枚回収だったんですけれども、打ち足んねえわ。なんでまあ延々を打っていこうかなと思います。メダル機と違って爆発力かなりあるんで、一回延々チャンス入ればいきなりで一回やから、そこを体感できればなと。でちょっと解析出たみたいやね。マジでアクセルボーナスがV ベルの連続からの椎名板書突入抽選もかなり悪くなってるみたいで、どうすんのっていう感じやねんけど、まあその分一発一発の延々チャンスがちょっと強くなってんのかなっていう感じも僕は受けて取れたので、初代がめちゃくちゃ出せんやったらやっぱアドラー入れてとかっていうところが基礎ルートではあってんやけど、そうではなくなったみたいやね。よし、アイスの白、もうあの直撃は引けないものやと捉えといた方がいいんで、永遠チャンスの開演騎士団の方に入れないとって感じですね。おお、熱、当たった。ラフルスね。
あ、永遠チャンスの方やね。よかったよかった。Vベル一発で通せ。一発目までないよな俺最近マジ早漏。はい、チャンスゾーンの方の永遠チャンス。ループはせえへんからねこいつは。この1個で全てをかけないと。もうここまで来たら V ベルいらんよね。一番怖いな最終ゲーム。エース来たらもうレアやっか V ベルやから。 OK 継続。あー第8魂なんねや。ちょっと雑やなそこは。なんか開演騎士団専用の演出とか欲しかったよね。来た、これは変換するでしょう。あーお曲流れへんか。お、よけた、いけるやろ玉木。よし、オッケー、移動大成功や。181回転です。ラッキースケベラレボーナスじゃないけども、オッケー。ちょっとだけビッグとエピソードボーナスの振り分け高くなってるんですけども、エピソードはこの時点でないっすね。ただビッグの可能性はまだある。まあそんなうまいこといかんのよ。はい、通常画面ですね。さあまあここやね、カモン。よし、白か。メダル機の頃みたいに手前で引いたってかなり奥の方まで引っ張られるから、まあ、1回変換してくれてそのワンチャンス仕留めれるかどうかやからね。これで発展か。ああ、そっちか。まあ、これも今作は強くはなってないですからね。演出面ではやっぱり最初の打ってた時と同じ感覚で打つと結構痛い目合う。熱い、多分大丈夫やと思うけど。赤字出てるし。よし、もらった、一発よ。よかった、移動してきて正解やったわ。いきます、ラート。このプチューンだけがちょっと気に入らない。でここのレバーで個数が決まるんでめっちゃ大事。とりあえずネザーへって出て、ほい、よし、どれかな。あー、上から2番目っすね。今収録してる状態やとストック何個以上とかっていうのは出てないんですけども、一応上から2番目第8消防隊なんで、まあ、悪くない個数取れてるんたら嬉しいなーっていう。今これで持ちコインがほぼほぼさっきと変わらないんで1600枚目標。この台の最大の永遠チャンス連チャン数が11なんで、それを超えていきましょう。いきます。あ、パネルキーだ。1ゲーム目の奇跡。かっこいい、青い発光体っつってここが青ない。かっこいいよな今回の筐体が、意味が通る。チャンス目から 12% とかを取ったってことかな。蹴散らしていただきましょう。はい、6ゲームボーナス。まだ諦めてないよ。通常4つぐらいはあるでしょうね、上から2番目やし。よし、行こうか。あ、アイリス様やん。高モードの可能性があるときにアイリス様出てくるのよね、このエッチッチ。だこの一連の流れかなり大事になってくるんかな。ダメだ、アイリス様開始画面終了。おお、出てきた。もう、はい、3つ目。おい、最新部、次ボーナス当たるまでってことかもね、もしかしたら。アイリス様1回出てきたら、いや俺ずっと命の呼吸してるよ。8の方パチするよ。あー、頼むわ。おい、ならんし、最悪。いやー最悪やわ、せっかくストック結構取ってたのに。まあまだおるか。はい、マキさん4回目。はい、第1走。おー、来た。このラートムとこの震えをね見たくてね押してたんです。はい、アーサーが大活躍。ただ4つ目やね。はい、曲もかっこいいのよこの英語の。はい、もらいました。77ゲームでハマったわ。はい、ビッグ積み重ねていこうぜ。ちょっともうストック無駄にしちゃったけどね、2個ぐらい。あー、なるほどね、アクセルボーナスの良きところ分かったわ。その永遠チャンスのストック率が高くなってるのはもちろんなんですけども、ベニマル永遠、ようやくベニマル演舞ってちゃんと言えたわ。ベニマル永遠内部的に 55% らしい。あ、だから俺初打ちの時にベニマル出てきたんやな。ループはせえへんかったけど。おい、ほな行きましょう。チャンスよ、10番にあげる。どうやろ、押しちゃう。あ、やっぱ押してもならん時もあんねんな。 100% じゃなかったわ。はい、アーサー3ゲーム攻撃なんで確定ですと。いいセリフくるよ。はい、いいね、かっこいいわ。で今回は浮き上がってこないと、一撃ナイス、失格です。よし、ちゃんとちょっと枚数出そう。もしかしたらプラテンできるかもって今淡い期待がある。なんとなく流れとノリ的にね。うん、全然や、あと倍出さなか。おお、わわにゃい。まあでもここで当てちゃうけどね、ボーナス。いきます。お、あるよ。よし、当たんねえな。で今作はね、これで永遠チャンス終わりじゃなくて、もう1ゲームラスト出てくるから、ここで引ければ。まあ引かれへんですけどね。はい、6セット目終了。あー、どうやろ。あ、あるか。いきましょう。ここで当てとかんとまずい。
よし、最新部、これどれぐらい当たりやすくなってるのか分からへんねんけどね。ああ、また最新部するした。バトルは行ってんねんけど、あ、まだあるやん、すげえな、おい。どんだけ初当てでストックするんやろね、今回。かなりの数ストックするよね。だからそこにもうほんまに集約してんねんやろね。いいね。はい。やだな、序盤に。吹き替えたかも。弱冷却統制率普通やったら 12% なんですけど、ここやと 17% になるそうです。よし。あとねえな、おい。まあ、オール通常画面やね。OK。いいよぜ。チャンス目か、 12% 当たってて期待しちゃってるよ。変換せんってこと当たってるわ。これ2回目だったんでもらいました。 OK、 22ゲーム今回は一発で仕留めた。いいや、337枚。いい、あ、レア行く。十字リップとかないかな、さすがに。あ、第2階層でまずはスイカ。お、当たってた。嬉しいサプライズ。ちょ、現実にまくりが見えてきた。打ちたれひんっていうので来てよかったわ。楽しい永遠は。やっぱり出ると出へんとほんまに拷問かなと思うけどね。来たね、1000枚オーバー。あんなに50枚で出すの大変やったのに。1064枚。さあ、この台最高の連チャン11まで来ましたよ。有言実行、その先へ。これで突入お願いしゃす。あかん、あ、でも黒い奥行け。ガーローさんか、うますぎ。これ書き換え率バリ高かったはず、強チェリー。ナイス。あと1回ボーナス当てれば多分投資分まくる。やばい、来た。安西先生ありがとう、諦めなかったからや。一瞬見えたんよな、永遠の前来た時。安西先生がボール持ってんの、パチスロがまだ打ちたいですってなってたもん俺。おお、構成テスト弱は出ましたね。1281枚。僕あのスマスロになってから最大記録です。おっ、来た、黒帯や。成功でエピソードボーナス確定で、絶対成功させて。俺まだエピソードボーナス見てないのよ。マキさんが見たい。行こうぜ、決めろ。バカ野郎が来やがった、前代未聞なバカ野郎が来やがった。よし、来た、ある。あー、やめてーやめてー。あー、もうほんま体どんな作りになっとんねん、虫野郎。うまい、引かせんのか、苦しい。ラストゲーム、頼む。演出をこれ、演出をこればワンチャン。ほい、やばい、これでストックからだから。終わってるくせー、バルカンはまずい。やっとエピソードボーナス見れるかものチャンスやったのに、まだわからん。でもだ、もうありえへんぐらいストック持ってるから、もしかしたら、もしかするかもしれん。ステージある、あるある。変則テントやった。ほい、あー、でもここは黒じゃないんか。いや、さっきだけやったんかな。じゃあ前はつなげよう。お、最新部、今日最新部2の2で外してる。3回目は当ててくれ、さすがに、さすがにな。アーサー激圧があるよ。あ、着地、あ、チャンス変換したか、さっきの。おいし13セット目で当たり。いや、エピソードボーナス欲しかったな。うわー、来たー、これやつはい、浄化チャンスです。 JC ちょっとワンレバーだけ叩いて詳細を見ようかな。俺も初めてやる。ゆとりくんもやっとったよね。ようやく追いついたぜ、ゆとり。平均ストック4個っすね。毎ゲームレア役立てばストック以上と、で、まあ2個以上の振り上げも全然ある。レア役以外から 8% です。意外にむずない。0個やったら何個ストックとかあるかな。あー、レイクストックもらいましたね。十字リペータ 29% で1ゲーム連、はい、エンチャンス1個かな。まあ振り分けは 73% で1個です。はい、1個だけ、もしかして平均4個は嘘やろこの。うおい、だからこれ見た目では分からへんってところで平均4個なんやろね。はい、2個目。おい、3個目、まくるわ、これはまくるわ、いったわ。おいーし、4個目、かっこいい。そんなところでしたね。はい、ストックかける4個とやりました。20% そこそこで2個以上のストックの抽選もあるんで、まあ無限の可能性ってことよね。いや、演出来てないからダメですね。1個目は死滅。いいやつ、あんなに。ああ、最終ゲームは2回目やぞこれ。 90% 外したん。
嫌いだなそういうの。急に快進撃止めようとしてくるやん。ジョーカーで思い出作れたやろちゃうねんアホ。変換せんし、ほんまになんやねんこいつ。ちょ、ま、勘弁してくれってマジで。引けもせえへんし変換もせえへんかったらただの通常じゃんけ。ここさすがにこれ変換するやろ。当たれ。いやーお前かー、アサルトか。パネル消えた。うわー気持ちいい。時間差。ラッキースケベラレは見られへんけどいいや。よし、あ84ゲーム。あとワンミック引きや多分プラマイゼロぐらい。でもあともう2回欲しい。でもあと分かるストック1個しかない。全力やね、全集中。ストックした2個以上、あ3個以上や。よかったよかった。じゃあ全部落とし切ったらまくれる。オッケー、分かった。簡単やね、算数簡単やね今。はい、永遠チャンス。リフト。第2回想とともにこの演出でチャンス目当たれ。うい、変換したところださっき当たってない。ならない。もうない。あ、避けた。あるよ。玉木を避けたらマジ熱いから。おい、新楽君いらっしゃい。このチャンス目どうなの、わからない。ナイス、オッケー。450いないしさとか関係ない。もう残り2ストックでしょ。当てる、でまくり、でその次当てる、さらに増やす。はい、これはいくでしょう。あー、よし、よけた、ナイス。よし、まくり。パネルショートイコールビッグ、オッケー。パクったわ。52000。やればできるじゃないの俺も。通常画面2057枚、いいマスト。まあ、貴様、20回目、切り板踏みました。ありがとうございます。うわー、マジでー、ありがたよー。はいよー。いやー、ね、スメラ1完成と。いくよ、聞くよ。ジェイジェイ、はいよ、完璧すぎる流れだ。通常画面、2248枚。完璧すぎる15回ボーナス。いきましょう。 OK、 第2回そう当たりやすくなってると噂のもらったでしょ。押さない。あれマキさん、あれマキさん。でもこの展開でもマキさんは勝ってしまわれる方です。シンラ君の方でした。よいしょ、2462枚。素晴らしい。あー、クソ、終わってしもうたか。22セット目終了。ここまでの快進撃が、いやまあそらそろそろって感じやもんな。いやー終わってるかどうだ、演出次第やけど。はい、17ゲーム。おい、23回目。あー終わったかー、マジかー。3回バトったんですけどね。くーもうちょっと厳しいんちゃうか、さすがに。あーないかな。まあもう周りの炎も消えたし。ただやりましたね、完全にやったわ。ねこの台で言うとね、ここから打ち始めたんよ。おい、永遠様様。とりあえず88まで回すわ。88まで回してやめるかな。お、永遠チャンスやね。ってことはこれ天国ではなかったってことや。さあやってありましょう。いきなり変換しない。はい、終了です。まあまあまあ、気持ちよくやめれるですね。これで、まあ、天国がないということでしょうし、やめる方向でこの後は店内状況の方行こうと思います。やりました。番長4はこちらの方の大学ラフが、すげえ一撃ですけれども、いい感じでと。で、エウレカもこちらの方がね、30の25回と、マックスで3000枚ぐらい出てましたね。人変わってるんですけども、すげえ一撃で出てた。これレールガン。ペルソナが全体っぽいかなっていう感じ。こちらの方グラフプラスですね。で、こちらの方が1箱半と別積みが2箱、デカめの箱ですね。角の方も一応回数自体はいい感じですね。ドリフターズ、むちゃくちゃグラフ綺麗。6000枚まで出てます。上に2箱と別積み4箱と。ケモフレもこれいい感じでしょうね。エウレカなんですけど、A プラス RT 券の方、グラフが4000枚近くまでいってるんですね。2箱半と別積みが2箱。この差も人変わってるかもしれないですけども、グラフはいい感じですね。で、ED はこちらの方が3箱持ちですね。で、こちらの方も25の28回で2箱分ぐらい。で、アネモネが一応こちらの方プラプラスですね。で、カマネリこちらの方51の18回で1箱ですね。45の16回で2箱。で、こちらの方が40の14回なんですけども、別積みが4箱あります。さらにその隣の方のカマネリもちょっと1回へこみましたけども、グラフプラスも上がってきて2箱。で、こちらの方も人変わってんのかな、半箱ありますね。で、こちらの方が1箱半。で、こちらの方がすごい綺麗ですね。もうすぐ万枚かな、9000枚ぐらいのところまでグラフ伸びてます、ね。で、こちらの方もグラフすごいですね。6000枚ぐらいまで出てるのかな。縦湯が137の19回で3箱持ち。で、番長0、2000枚ですね。12回駅挟んで1箱。で、モンキータン角の方は13回挟んだんで、グラフはこんな感じ。インデックスもすげえグラフやね。で、こちらの方も17回 AT 取られてるモンキータンですね。グラフ綺麗です。その方も一応プラスですね。18回 AT 入って。で、こちらの方も16回挟んだり取られてます。一応持ち込みは見える限りだと1000枚。こちらの方もかなりグラフ綺麗な感じですね。15回当たってグラフこんな感じ。こちらの方のパラクリは
こんな感じのグラフ。カドの方もこんな感じですね。あ、北斗も初当たり重ねてちゃう感じやね。こちらの方17回初当たりでグラフプラスですね。で天然こちらの方は6000枚手持ちであります。一応はグラフプラスの銭形一撃7000枚ぐらいまで伸びてる金パルです。忍びはこちらの方が AT 初当たり18回ですね。鬼武者どうなんですかね。63の27回でグラフこんな感じ。ラブ城もグラフこんな感じでプラスです。16回初当たり97の14回の前後編です。懐かしい台が結構出てるね。4000枚多分人が変わられてるっすね。ダマツーです。40の144回でグラフが綺麗にプラスなんで、まああると思います。リゼルが72の7回で4箱。ゲッタマが108分の1ですね。21の25回。はい、併設コーナーカバネリが1箱。ここの箱はでかいんですけどね。こちらの方1箱半ですね。2000枚ぐらい出てる。後ろの方もさらっとカバネリです。でこちらの方のインデックス8000枚まで出てるな。併設の方25の13回。はい、以上です。ではこの後はエンディングの方行こうと思います。お疲れ様でした。よいしょ。はい、お疲れ様でした。といったわけで実戦をやったんでエンディングです。ちょっと懐かしの場所で撮らせてもらってます。この階段のところでね、何回か撮ったことがあって、あー懐かしいと思ってここで撮りたいと思って撮ってる次第です。はい、で結果からいきます。投資が52000、46枚貸し出しなので2392枚で、回収が2971枚、よってプラス579枚となりました。大逆転勝利。ゴージエヴァ打ってる時は結構絶望的やったんで、っていうので永遠いったらね、あーよかったっすわ、ほんまによかったっすわ。面白い。ジョーカーチャンスもようやくやれたし、やっぱメダル機とちょっと出し方も違うし、仕様もかなり違うっていうのがやっぱり分かったんで、息が長い騎士になってくれればいいなと思います。まあこれからいろいろと設定差の部分も解析出てきてくれたらね、もっともっと攻めやすくはなると思いますし、まあ戦っていける騎士の一つではあるし、まあゴジェバももちろんそうっすよ。ゴジェバはちょっとね、ギャン性高すぎるんですけれども、やっぱ方向するの楽しいし、ほんま面白い瞬間多いんで、まあだから今日はもうマイメンたちとの久しぶりのこうパーティーって感じでした。あの久しぶりの場所で楽しい実戦になりました。よかったっす。といったわけで本日の動画、ゴジエヴァ AA 両方とも打ってプラテンまで持っていって、さすがナイス、よかったよ、かっこよかったぜ。今日も動画面白かった。セブンズ TV 応援したい、もろもろのことを思いながら、動画にグッド、そしてチャンネル登録していただけると本当にありがたいでございます。あと私 SNS 等々もやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。こんな感じで勝ちを重ねていければなと思いますんで、皆さんこれからも見ていってください。まだまだ伸びしろありますよ。また近々セブンズ TV の動画が上がると思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。